新刊印税稼いで30年鈴木喜一郎作家日記。今日は2021年9月9日。今日のテーマは新人賞の応募先をいつ決めるか。今日はマシュマロに寄せられた質問です。先生こんばんは。はい、こんばんは。作家日記拝聴させていただいております。毎度貴重な時間を割いていただきありがとうございます。いえいえいえ、どういたしまして。一つ、応募する新人賞の決めるタイミングについて質問させてください。はい、どんなことでしょうか。この度思いついたストーリーをラノベにしようと思いました。はいはいはい。設定やあらすじ、プロット、キャラクターの履歴書など一通り準備が整ったので、来週末9月の第2週あたりから本編を書き始めようと思うのですが、先生は日頃からまず新人賞を決めて締め切りが過ぎた場合、その作品は捨てて新しいものを書けとおっしゃってると思います。言ってますね。要はこうせっせっせっせと締め切りを決めて、まず締め切りを決めて書いて、それに締め切りに間に合わなかったら、間に合いそうになか、なかったらじゃあ伸ばして違う賞に応募しようっていうことをやってると伸ばし癖がつくので、もう間に合わなかったら、捨てて新しいものを書きましょうねっていう、そういうことは言ってますな。それで新人賞の目標設定は今月行ったのですが、この作品構想を練り始めたのは今年の4月でした。やはり本来4月の時点で目標の新人賞を設定すべきだったのでしょうか。まあさこれ4月に構想を練り始めたんだったら、そのいつの新人賞に応募するかしようかってことを決めとけて、それは思う。要はそのだらだら設定しても分かんないし、でいつまでに何枚書くか、枚数によって話の スケールだとかそういったものも違ってくるしさ、でどこまで取材すべきかっていうのも大体もう見えてくるのでね。そうだね、まあやっとけるよっては思うけども、次だな。そう見落とした。4月に設定するのが正解だったとして、まあそこまで厳しい話はしてないけど、初期段階から1本の作品を仕上げるのに許される期限はどれほどなのでしょうか。知らんがな、そんなこと。着想やら取材やら、まあプロットキャラクターの履歴書を作って、もう一冊になかなかこう物語がまとまらんことっていうのは結構あります。だから僕の場合だとね、デビューして30年経って、まだその資料だけ集めて物語にしてないよっていうのは、10年20年寝かせてるものって結構あります。何本もね、薬物依存の話なんてのはもう十何年かずっと取材をしてるけども、未だにこう形になる目でも立ってない。他にもこのあんな素材こんな素材っていうふうに着想はいいんだけれども、なかなかこれっていう感じにはならんよねっていうものって結構ある。で一つ言えるのは、この質問者さんこうやってで話はしてるけど、結局のところまだ来週から書き始めようとしてるわけでしょ。つまりさ、まだ原稿何もないわけだ。
書き上がってからこういう質問してこいよって。あのさ、あの原稿そのものがないんだからもう何にも言えないよね。正しいかどうかとか期限がどうのこうのとかって知らんがな、そんなもん。とにかくその小説に関して言うと、どんなにすごいプロットをあげようが、特にデビュー前の新人はね、どんなにすごいデビュー前でもだけじゃなくてさ、結構デビュー作しかない新人賞だとかデビュー作しかないあの人がさ、プロットだけ持ってて何十本とプロット持っててもプロット取りませんとかっていうことって結構そういう相談を受けるんだけど、いやそれやってる暇があるんだったら一本書き上げても持ってた方が早いぞっていうことは思う。あのさ、存在しない作品については何を話ししようがもう何の説得力もないので、いいね、こう、なんていうのかな、小説長編を書き上げられない理由っていうのは、長編を書き上げないとわからないんだ。ねえ、ねえ、小説を書くために一番大事なことは小説を書くことだからね、ということです。でとにかくね、存在してない作品にはコメントのしようがないんだ。でどんなタイミングだろうと、とにかくね、まず書き上げてみないことにはどうしようもないっていうことはあります。そのどんなに泳ぎ方を本で泳ぎ方を勉強しようが、プールに入らなければ泳がないからね、ということです。小説の書き方というのは、小説を書き上げた人でないとなかなか小説の書き方を教えられないということはあります。で、あともう一つ大事なのは、結構忘れがちだけれども、その、まあ、鈴木喜一郎小説講座の場合は、その応募する前の作品は手は入れませんっていうことは言ってます。うち添削講座はやらないので、で受講生がの作品を読んで、いやここが悪いよ、あそこが悪いよ、 ここを伸ばすといいよっていう話をする。でそうした作品は次に生かそうねっていう話をします。こう、やっぱりさ、その学校の小学校の作品あの感想部じゃないので、ね、子どもの、その学校の学校でやる展覧会のてか、市民写生大会に出す絵 を先生がいじくり回すのとはちょっと違う、だいぶ違うので、そのこう著者が自分で納得がいくようにすることって大事だからね。だから僕は受講生の作品には手は入れない方針ではいる。あ、まあ話がずれたな。でとにかくこう書き上げましょうやっていうことです。話はそれから。そしてもう一つ大事なのは、小説は書き上げたあらおしまいではなくて、書き上げて応募先に投函して、そこまでが執筆だから、ということです。まあそんな具合だよね。加えまして、はいはい、まだこの続きがあるんだよね、これ。続きがある。はい、何でしょうか。願わくば両親の呵責を捨てて、雑談ライブを月に一度の頻度でも復活させていただけると光栄です。知らんがなだよな。
復活させていただけるとこうやって君さまずさ辞書を引こう、これ雑談ライブを復活させていただけると光栄ですって、誰が何に対して光栄だと思うんだよ日本語がおかしいだろう。まあ多分これ雑談ライブとにかくやってねっていうことなんだろうけども、一応言っとこう、無理だよ。雑談ライブは再開する予定はないです。まあはっきり言うと拘束時間が長すぎるというか、まあ雑談ライブに合わせて予定を組むわけにはいかないので、一銭にもならないものに対して、その一銭にもじゃないな、2時間雑談ライブをやると20円ぐらい入るけど20円ぐらい入るんだよ広告の YouTube からの収益で、いか20円か30円のためにさ、それを中心に1日の予定を組むわけにいかんのだ。一番大事なのは小説のを書く時間だからね。というまあ、はあ、そういうことある。でそれよりも何よりもさ、一つ僕から言っとこう、こうおこのさ、そのポッドキャストだとか YouTube って何のためにやってるかっていうと、鈴木喜一郎小説講座の勧誘のためにやってるんだ。それから自分の本の宣伝と、こういうふうにさ、リクエストが来ると思うんだけどさ、いや君はさ、そこまでして鈴木喜一郎小説講座を受講したくないのかって思うよな。いや、こううちに受講すれば生中継でずっとライブやってんだぜ、うって。っていうことは思うよな。まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいことなんだけどね。ということで、この番組では皆様からのお便り、ご意見、ご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。告知です。2021年7月に鈴木の新刊が出ました。タイトルは印税稼いで30年、本の雑誌社から1760円で発売。今すぐお近くの書店かネット書店でお買い求めください。この番組はサウンドクラウドをキーステーションに Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Podcast Addict、チューインレディオ、キャストボックスの7局ネットでお送りしています。というところで、今日の鈴木喜一郎作家日記以上です。ではでは失礼します。